来日時、川畑文子1916年6月17日から2007年1月2日は、昭和戦前期にアメリカと日本で活躍した、ハワイ生まれの日系三世のダンサー、歌手である。泣かせてちょうだい、三日月娘、青空、上海リル、月光値千金などのジャズソングを中心に、多数のヒット曲がある。ダンスと共に足を頭より高く上げる。 ハイキックを披露し、愛くるしい容姿で、アイドル的な人気を博した。川端の読み方については、アメリカ時代は、当時の本名通りの川端であるが、日本での芸名、川端は、サインや出版物のローマ字表記は、川端であり、当時の新婦宣伝用レコードのナレーションにおいても、川端文子と紹介されている。父は、岡山県生まれの日系一世、母は、 日系2世で、文子が3歳の頃ロサンゼルスに移住。5歳になった頃、病弱な文子の健康を気遣った母の意向により、ロサンゼルス郊外に転居した。10歳の頃、ボードビルを見た影響により、近所の子供たちを集めて、庭の芝生で舞踊大会を開くようになった際に、足を頭より高く上げる、ハイキックを披露。その様子を見ていた母は、ふみの才能を見出し、 12歳になった頃からダンスを学ばせることになった。すぐさま頭角を表し、オーヒューム劇場、ウエストコート劇場などに出演後、13歳の頃、ニューヨークへ渡り、3年契約1ヶ月1300ドルで、当時大工業会社であった RKO と契約、全米のボードビルシアター40数カ所にて、公演することになる。当時ニューヨークで有名だった。 ボードビルシアターのパレス劇場のヒノキ舞台を踏んだ日本人は、早川摂州三浦玉樹と川畑文子の3人だけであると言われている。ベビースター、琥珀色のジョセフィンベーカーとあだ名をつけられ、未だ東洋人差別が渦巻いていたジャズの本場のアメリカでも、すでに一流の天才ダンサーという折り紙付きであった。文子は母、弟の清志と共に、 日本に1932年10月、優先朝間ままるで横浜港に到着する。本来は多忙な生活に疲れたために、しわしの休養を兼ねてのお忍び旅行であったが、横浜港にはすでにコロンビアレコードが出迎えていた。そのため、アメリカでの RKO との契約を残したまま、日本ではコロンビアレコードと契約を交わして芸能活動を始める。 1933年1月よりレコーディングを開始2月にはラジオ番組に出演デビュー作色あがり三日月娘が発売貴重第一回公演が東京劇場で行われ大好評を博した1933年12月31日からは陸の竜宮と言われた日本劇場落とし公演 夜1934年で主演を務め大ヒット、日劇周辺は入りきれない観客で溢れ返った。1933年のデビューから1934年まで、コロンビアレコードでジャズソング計36曲のレコーディングを行い、1934年には、日活で主演の陶器映画、若夫婦試験別居が公開されるとともに、日本中のみならず、大陸でも巡業した。 翌1935年、定築と契約を結び、相弟子のチェリー・ミヤノのボーカルにより、タップダンスを収録した4曲を含む34曲をレコーディングし、1935年5月に2作目の主演日活陶器映画、裏街の公共楽の公開を待たずして、RKO との残りの契約を果たすために帰国する。1938年5月再来日時、 再度コロンビアレコードと契約6曲を吹き込む。大陸での日本軍慰問を含めた巡業の後、1939年4月に結婚し、引退した。戦後の1947年10月にハワイを経由してアメリカに帰国し、離婚。晩年、舞踊評論家の乗越た顔が永年、消息不明であった川畑文子への取材に成功。その成果は、 放談社からアリスブロードウェイを魅了した天才ダンサー川畑・ふみ物語として発表されている。2007年に永明した、去年90、川畑ふみの音源を収録した主な CD 作品には次のようなものがある。1976年に日本コロンビアより発売された LP5 枚組ボックス、日本のジャズソング戦前編の復刻 CD で、 コロンビア時代の16曲を収録したもの。コロンビア時代の初期の楽曲を中心に収録したもの。コロンビア時代の後期の曲を中心に収録したもの。ブリッジ187と188を合わせれば、コロンビア発売の40曲のうち39曲が入手可能となった。定築時代の22曲を収録したもの。定築時代の川畑文子の曲10曲収録を。 はじめとして、チェリーミアの、このうちブリッジ発売のブリッジ189に含まれない曲が6曲収録されている。ブリッジ189と合わせれば、定築発売の30曲のうち28曲が聴けることになる。ありがとうございます。